これ絶対さ本人は話さんといてほしいって言うと思うやけど、私は話すんやけどさ、あの私は話すんやけど、あのライブの当日朝ね、あのなんかツイッターでさ音声を投稿したじゃないですか、あの3人で今日はノルニスのお腹鳴ったご飯食べに行こっかみたいなやつね。そうあれの時に、私の部屋にホテルでね、ホテルで私の部屋に集合して会場に行く前にだからホテルで撮ってやったんやけど、あの時にあーこがちょっとすいませんギリギリになりますバタバタしてますみたいな感じやって、であのマチマができた行くっつって準備できた行くっつって部屋来て、で私カーテン開けてたのよ、で外眺めながらさ2人で天気いいねーっつってねーっつって晴れてよかったねーって言いながら喋ってて、そしたら急にマチマがなんか多分外の建物の名前とかを見た時に、ん？ここどこだ？大阪だ！って言ってて、え？うん、そうだね、そうだよ大阪ですけど、なんで？と思ってそう、なんかね大阪っていうことを忘れてたみたい。うん、それを あのそれを私あのライブ当日にもマチマが席を外してる時にスタッフさんにチクってたのよ、それを。なんか今日さ、今日マチマがさーっつって言ってたら、話の終わりぐらいに帰ってきて、でもその話の終わりを聞いて自分のことやって自覚して半笑いで帰ってきながらそれいない時に言わないでって言ってたけど、今日は絶対おるやろなと思ったからいる時に言っといたよ、うん、今日いるやろなって思ったからいる時に言っておきました